ホームアローンは1990年公開のアメリカのコメディ映画。制作当時10歳だったマコーレイカルキンの出世作として著名となった。工業収入は全世界で4億7668万ドル。日本国内でも約34億円に達した。日本では1991年6月22日、日比安から座などで先行公開され、 同年7月6日から全国一斉公開された。渋藤シネタワーのコケラ落とし上映作品でもある。1992年には続編のホームアローン2が公開された。シカゴに住む裕福な家庭で小沢区さんの大家族でもあるマカリスター家はクリスマス休暇を利用して家族層でのパリ旅行を計画していた。しかし旅行出発の朝、 停電によってセットしていた目覚まし時計がリセットされてしまい、全員が寝坊してしまう。家族は慌てて空港へと向かったが、その際、前夜に、兄、バズとのトラブルで屋根裏部屋で寝ていた8歳の少年、ケビン・マカリスターが一人家に取り残されてしまった。ケビンは、うるさい家族がいなくなったことを喜び、一人暮らしを満喫する。一方、泥棒コンビ。 ハリー・ライムとマーブ・マーちゃんとは、クリスマス休暇で誰もいなくなった家を狙っており、事前の情報収集によって、マカリスター家にも目をつけていた。また、道中で、ケビンがいないことに気づいた家族は家に戻ろうとするも、クリスマス期間中で、ほとんどの飛行機は満席状態だったため、大人数の移動は、混乱を極めた。そこで、母、ケイトは一人別行動をとり、 シカゴへ向かう楽団のワゴンに便乗しての帰宅を試みる。ひょんなことから家が狙われていることを知ったケビンは家人がいるように見せかけ家を守ろうとする。当初はうまくいき泥棒コンビに一泡吹かせるが結局は幼い子供が一人だけだとバレてしまい泥棒コンビは騙された報復も兼ねて計画通りマカリスター家に盗みに入ることを決心する。また実は マカリスター家の林家には老人マーリーがいたのだが、バズの作り話によってシャベル殺人鬼と思い込んでいるケビンは彼には助けを求めようとしなかった。そして家族がいなくなった原因が自分だと考えている。ケビンは後悔し、神に許しを請う。クリスマス当日。ケビンは家を泥棒から守るべく、日用品などで家中に様々な仕掛けを作り、 泥棒たちを迎え撃つ準備を整える。そして教会へ赴くと自分が悪かったと認め、家族を返してほしいと願う。また、そこで、マーリーと出くわし、最初は怯えるものの、会話を交わしていくうちに、彼への誤解を解く。その後、ケビンは家に侵入してきた泥棒たちに仕掛けた罠で、ひどい目に合わせていく。最初は所詮子供が相手だと油断する二人であったが、歯が立たず、 本気になるも、それすらも狙ったかのような狡猾な、ケビンの罠が二人を襲う。一通り泥棒たちを苦しめ、家を脱出した、ケビンだったが、先回りした泥棒たちに捕まってしまう。その時、マーリーが現れ、泥棒たちをシャベルで殴りつけて気絶させ、ケビンを助け出す。そして泥棒たちはやってきた警察に逮捕されるのだった。翌朝、ケイトが、 自宅にたどり着くと同時に移動手段が間に合った他の家族も帰宅し、ケビンは願いが叶ったと再会を喜ぶ。何か変なことはあったかと問う父に特に何もなかったとケビンは答える。ケビンが窓の外を見ると息子夫婦と和解したマーリーが孫娘を抱きかかえ笑っている。ケビンに気づいたマーリーが手を振り、ケビンも手を振り返したところで、 バズが勝手に部屋に入ったなと怒るシーンで物語は幕を閉じる。20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパンの吹き替えの帝王シリーズ第10弾として上記の機内上映版を除く3種類の吹き替え版を収録したブルーレイディスクホームアローン日本語吹き替え完全版コレクターズブルーレイボックスが2015年11月25日に発売特典として テレビ版吹き替え台本のレプリカ2冊とそれぞれのバージョンでケビンの声を務めた折笠と矢島のインタビュー集が付属している。アメリカで任天堂エンターテイメントシステム、スーパーファミコン、ゲームボーイ、メガドライブ、マスターシステム、ゲームギア、アミーガなど様々な機種からゲーム化され、日本でもそのうちスーパーファミコン版とゲームボーイ版が発売された。いずれも 家の中にある宝石や家電、おもちゃ等を泥棒にやられないように集め、各ステージのボスを倒すというアクションゲームであり、映画本編とは内容が乖離している。操作キャラクターのケビンの方が、泥棒のような行動を取ることを要求されることや、グラフィックのつたなさなどからゲームとしての評価は低い。ファミコン通信クロスレビューでは、SFC 版は6、4、6、3の19点。 レビュアーは全体としては全時代的で、グラフィックは綺麗だがギャップに戸惑い、隠しアイテムは取得にやや頭を使うが、本作の核と言えるほどフィーチャーされてはいないようで、それも見つからずに進まないことはなく、作業的であるとするものとギガバイト版とほぼ同じ内容だが、ケビンの体力回復を可能したり残機が増えるピザが多く隠されていることで、 ゲームオーバーにならず長く続けられ探索に力が入るとするもの、グーニーズのような味わいがあり、根本で難易度が低い箇所もあるがこういったベーシックテイストもいいとするものがおり、敵については存在するだけと言える、影の薄さで意味が欲しかったとするものや、特定の武器を使って倒す必要があり、耐え忍ぶ必要があるとする者がいた。また、2006年にはヨーロッパでプレイステーション2用ソフトとして、 上記の作品とは別にゲーム化されている。ありがとうございます。